こんばんは。電源切れちゃった今。こんばんは。はい。なんかいい光があるここ。こんばんは。お仕事お疲れ、ありがとうございます。今日は。1年で一番1、2を争うぐらい、あの朝から晩まで働きました一番スケジュールぎゅうぎゅう詰めの日でしたね。頑張りました。お疲れ様、ありがとう。でも楽しかったです。楽しくお仕事してきました。早起きだった、あの5時起きだったんですけど、あのじゃあ今日2時間しか寝てなかったんよ。でも新幹線で寝ようと思ってだったんじゃけど、結局一睡もせんくて、なんかわからんけど、なんか気づいたらついて、で今日さもう10時ぐらいに東京着いて、そっから今ホテル帰ってくるまでずっともうぎゅうぎゅうスケジュールって感じだったんですよ。じゃけ年と絶対しやばいわと思っとったけど、でも全然眠くならず今も一個も眠くないの。なんか覚醒したかも多分どっと疲れが来るこの後そう、でも今はめちゃくちゃ元気、すごい、なんかうん。コーラさん、練り歩きいつもありがとう。コーラさんありがとうございます。これなんだ、あのアイスあソフトクリームパステルクマタワー、コーラさんありがとうございます。ありがとう、小原さん。こちらこそ、ツアーありがとうございます。うん、ナルドさんも、これは、パンダアイスクリームタワー。パンダアイスクリームタワー、ありがとうございます。ナルドさん、パンダ。ありがとう。かわいい、なんかパステルカラーなんじゃけど、かわいいです、とてもありがとうございます。なんでアイス夏じなあ熱くなったっけ可愛い、確かにサーティワンっぽい。え、今さサーティワン、どえらいことしてますよね。なんか、めっちゃ、てんこ盛りにできるやつ、みたいな。めっちゃ夢ある。そう、なんかこんなん、1個100円みたいな。わからん。なんか、そんなやつ。大人買いしたいですね。めっちゃ並んでる。あ、そうなんじゃ。なんか SNS でめっちゃ回ってくる、バズっとる投稿が。なんかさ、嫌なことがあってもサーティワンが家にあると思ったらへっちゃらみたいな投稿が、いや本当にその通りだよなと思います。その理論間違いないよなと思う。私もめっちゃ
もしね嫌なことあったりめっちゃ疲れたヘトヘトって日でも、まあ家に31あるしなって思ったらもう余裕ですもんね。もうスキップで帰るもんね。31ってすごいですよね。結構でも31は定期的に食べてるかも。なんか友達と遊んだ時とかもご飯食べた後アイス食べたくないってなってサーティワンサクッと行くこともあるし、あと湯浅さんがあのティフとかフェスにいらしてる時はあの恒例、ありがたいことに恒例になってるんですけど、あのサーティワンをね差し入れで持ってきてくださるんですよ。もう本当に大感謝そう、すごい湯浅さんほど貢献してる人はいないんじゃないかってくらいめちゃくちゃねえアイスの差し入れしていらっしゃいますよね。湯浅さん超嬉しいです、いつもありがとうございますそうめっちゃ嬉しいんですよ。アットジャムの時とかティフとかなんか福フェスの時も、東京の福フェスの時、そう31の差し入れもらってめっちゃ嬉しい。それが結構でかいですね。それもあって結構食べる機会多い。毎日投稿100回もおめでとう。そう、ありがとうございます、イエーイ、嬉しい。なんと今日でTikTok を始めて100日、スクショタイムにしよう。100、これも顔が丸で、うん、わっしょいわっしょいありがとうございます、嬉しい。3ヶ月ちょいですかね、約。うん。びっくり、皆さんいつも本当にありがとうございます。これからも、いいね、コメント、保存、リンクコピー。リツイートみたいなやつ。よろしくお願いします。ありがとう、本当に。今日は、あ、そう、再投稿や、再投稿。今日はあれ載せました。あの、ジャケ写撮影の、なんか、風景。風景というか、そう。マネージャーさんにちょこちょこ、撮ってもらって。そう。本当はさ、16人でさ、集合写真撮ってるところも、動画撮っときたかったんじゃけど、なんか私の組4人は16人撮った後にソロカットと4人カットのあれだったんですよ。で16人カット撮ってる時は TikTok 載せようって何も考えてなくて、で16人の撮った後に、あ、そういえば私 TikToker だと思って撮り始めたけど、ちょっと16人のあれはないんですけど、でもああいう映像も何気にあんまり世に出回らないじゃないですか。メイキングとかも多分回ってなかったし、じゃけなんか今のアイドルならではだなと思います。そう、 TikTok とかがある時代だからこその映像ですよね。今日の一日の Vlog 的なのも簡単にじゃけど撮ったけ、また載せれる日が来たら
ございます。すごい数日前までストックがなさすぎて本当に危機だったんですけど、もう今はびっくりするぐらい潤ってる。めちゃくちゃ潤いまくり。最高。やきやき。そうですね、ライブあったら本当に一気に潤う。もうライブの合間という合間を縫っていっぱい撮影したので、メイクも早めに入って早めに終わらせて、そう、なんか人影が少ないところを探してTikTok 撮ってます。そう、生誕祭なんか登録今日でしたよね。そう、皆さんありがとうございます。5月26日楽しみ。とっても楽しみです。皆さんお祝いに来てください。22歳の生誕祭、嬉しい、生誕祭してもらえるの。待ってます。うん、タワー生誕祭見事当選したおっちゃんさん、タワーありがとう。クマのあのソフトクリームパステル、クマタワーおっちゃんありがとう、嬉しい、生誕祭待ってます、超絶待ってます。パステルクマタワー、おっちゃん、おおっちゃんありがとう。ありがとうございます。楽しみです、めっちゃ。今が何日だっけ、14じゃ、もうすぐ15か。でも明日が15か、あ、10日後ぐらい、1週間半後ぐらいですね。結構最近、最近というかもうすぐ。何言うか考えんとき。生誕祭って何回やってもなんかそわそわする。年に1回の大事な公演ですね。なんか目が乾燥してきた。嬉しい、ちゅうちゃん埼玉から、ありがとう、大感謝です、本当に。そう、今日めっちゃ左目がゴロゴロして、もう信じるんぐらいゴロゴロしたんですよ。でもそのコンタクトさ、開けて表裏なんかなってるじゃん、ちゃんと。そのままつけたけ絶対反対のはずないと思って、それでも何回目薬させてもすごいこっちがゴロゴロするけ、
って確かめたんよ。でも私本当にわからんのよ、コンタクトの表裏。もう全然わからんけ、あたふたしとったらサーヤンが通りかかって、サーヤンってなんか表裏わかるって聞いて、私めっちゃわかりますよみたいな、すごい自信満々にそう言われて、そう、え、なんかそんな自信満々な人おるんやと思ってら、で、そう、こう見てもらって、あ、こっちですよって言われて、私逆につけてたんですよ。で、サーヤンに言われた方でやったら、もうゴロゴロは全然なくなって、もうありがとうございますの気持ちでいっぱいでした。私4時間、多分3、4時間コンタクト逆につけてたすごいですよね。逆に最初の方はね、そんなゴロゴロしとらんかったんですけど、え、ね、そんな長い時間逆につけるってね、なんかアホですよね。今日のそれは今日辛かったですね。なんかさ、目がゴロゴロするとかってさ、あんまり人から見たら分からんじゃん。でも、人から見たら全然分からんけど、自分的にはめちゃくちゃ辛いことランキング第1位じゃない、目がゴロゴロするって、目に違和感があるって。なんかさ、割に合ってないよね。こんなに辛いのに、人目では、全然わかんないじゃないですか。確かに頭痛とか腹痛とかあったら1位ではないか安易な考えでしたね。でも結構上位に入ると思う。今日寒かったけんさ、そうツイートした、もう朝5時に家出て寒すぎてヒートテック着ました。最近ちょこちょこヒートテック着とる。なんだかんだまだ必要じゃし、全然石田家はお母さんがこたつつけとる。こたつが出してあるだけならまだしも、普通にこたつつけとる。びっくりした。昨日かいね、家帰ってきてこたつ入ったらこたつついとって、え、こたつつけとるんって思って、まあ、ちょこちょこだからつけたり消したりを繰り返しとるんですけど、え、でも今日の朝ほんまに寒かった。冬じゃんって思ったもん。で、新幹線も絶対寒いと思って毛布も持って行きました。毛布というかブランケット。冬はね、毎回毛布絶対持って行くんですけど、遠征の時使ったよ、かけてました。先週の香川と愛媛のツアーの時も毛布持ってってました。毛布とネックピロー。なんか移動時間が長い時に結構持っていくかも。なんか毛布落ち着きません？寒い系持っていくっていうのももちろんあるけど、なんか膝にかけとったら落ち着く。
けーまあまあ荷物になるけど持っていきますね。でもこの時期の新幹線は快適なんですけど、普通になんか私一番嫌な時期が新幹線の、あの夏、いや、うん、初夏ぐらいで冷房がガンガンに当たっとる、ガンガンについてる時とか、4時間乗っとったら最初の2時間ぐらいは快適なんですけど、その後の2時間がめっちゃ寒いんですよね。本当にマジで寒いけ、そういう時も毛布、あ、なんか初夏とか秋とかそういう時はパーカーとか毛布とか必須。そう、移動あるある。ね、難しいですね。もう22年も春夏秋冬やってるのに。再来年くらいから新幹線完全個室できるっぽいよ。驚きとすごいっていう気持ちになりつつも、一生乗ることないんだろうなっていう感情になってる今だから、なんか楽しみって感じもない。一車両に二部屋くらいだけどね。あ、そういうこと？一車両に絶対二部屋はあるってこと？あ、そういう感じ？じゃあさ、ワンチャン本当に席が全然空いてなくて、でも帰らんといけんみたいな日に乗る可能性あるよね。少人数の仕事だったら。そういう系の個室なら。じゃあちょっと楽しみだな。ちょっと夢あるね。個室は寂しいよ。絶対個室がいいけど。乗りたいな、乗ってみたい。VIP だね、それは。絶対こうした方がいいよね。私基本的になんか一人の空間、なんか一人部屋が好きだし、なんか一人の空間が好きだから、新幹線の個室とか超最高ですけどね。普通の22歳よりめっちゃ新幹線乗ってるでしょ。もうあの普通の人の人生のなんか10人分ぐらいの冗談抜きで平均的に一人の人間が人生で乗る新幹線の回数のかけ10ぐらい、なんならもっとそれ以上ぐらい乗ってる気がする。回数じゃなく時間で換算したらもっとだと思う。なんかさ、大阪に住んでる人が東京に行くっていうのと、広島に住んでる人が東京に行くのはなんか訳が違うじゃん。もう時間とかも倍じゃし。でもさ、福岡とかの人ってさ、もう新幹線乗るイメージあんまなくって、東京行くのに多分飛行機で行くじゃん。じゃけ広島が一番新幹線で行く一番遠い場所な気がする。この下の方で、この上の何方の新潟とかの方を合わせるとよく分からんけど、でも新潟から東京もさ2時間ぐらいよねって考えたら、本当に広島ってね時間かかるね。
皆さんいつも本当にありがとうございます、ね、遠くから瀬戸内へ来てくださっている皆さん本当に感謝です。感謝ね。広島空港が市内にできさえすれば結構人生変わる。だってマイルとかさ貯まるじゃん。新幹線にもさマイルあったらいいのにね。なんか今日私結構ずっと喋ってるじゃないですか。今日ずっと頭働かせながらなんか聞かれたことに対して喋るみたいな日だったんですよ。じゃけもう今もう超脳がさえ渡っとって普段じゃ信じられんぐらいずっと喋っとるなんかということでじゃあランキング読みます。と、20位千穂の靴の中履きくんさん、19位イギータさん、18位台湾のコウさん、17位のりふみさん、16位カズキンさん、15位宮川和幸さん、14位ロッサさん、13位ヌルディンさん、12位フークロさん、11位ヒロロンさん、10位ユサナコさん、9位グリオティーヌさん、8位ユリアピースさん、7位岡山オレンジさん、ラッキーセブン。6位ガンスくんさん、5位東京のスワンさん、4位ヨウイチさん、3位広島ツアー3つ行きますのでよろしくお願いします、コーラさん、スイスイタワーもありがとうございます。そして2位は生誕祭見事当選したおっちゃんさん、ツーツーツー、タワーもありがとう。そして第1位はピューシュン、ナルドさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです、イエーイ、ありがとう。タワーもありがとうございました。パチパチパチ、今日チョコミントアイス食べたよ。最高じゃん、私も食べたい、チョコミントアイスめちゃくちゃ食べたい、いいね。ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。配信来てくれてありがとうございます。あ、スクショタイムしよう。TikTok見てね、ありがとうございました。おやすみなさーい、バイバーイ、良い夢を見てください。最近私めっちゃ夢見る、夢見るというかめっちゃ夢覚えとることが多いです。深い眠りにつきたい。